さあ始まりました電動チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。久しぶりだね。慎太郎さんの動画撮るのマジ久々っすね。俺ヘルペスがひどくてさ唇がねズタズタに切れて、唇が現状ズタズタな慎太郎さんと、そんな最近のねあれなんです。最近の今日この頃ですけど、はい、今日はですね、慎太郎さん電動パーク東京原宿店の、ボールパイソンをご紹介していきます。よろしくお願いします。お久々になんか普通な企画だね。そうなんですよ、めちゃめちゃ普通な限定会議、限定会議です。まあ現状ですね、まあ電動パーク東京原宿店ってまあ静岡店があるんで、まあボールパイソンってそっちのイメージだよねっていう思われがちなんですけど、やっぱりこう東京原宿店にいるボールパイソンたちってのは一体どんな個体たちがいるのかっていうのはですね、まあ実は定期的に電動パーク東京原宿店ないし電動パーク全店は生態が入れ替わってるんですよね、まあそのことに早く気づいてほしいです。しかもなかなかねやっぱカーペットが好きなタメがねこう選んで連れてきているボールだから、はい、やっぱこうボール好きが選ぶボール、なんかこう王道とはね、そうちょっとねあの癖のある子とかね魅力的なやついっぱいいるんで、面白い子たち楽しんでもらえるんじゃないかと思います。まあこんな感じでですね、まあ今日はいろんなこと見せていきたいと思いますので、はい、では今日の動画も行ってみましょう。ボールだらけ。はい、東京原宿店古庄智明が選ぶ1匹目はスポットノーズモハベフリーウェイですね。こちらですね、カナダのドン・パターソンから来たですね、スポットノーズモハベフリーウェイになります。いや僕はですね、もうとにかくフリーウェイがめちゃめちゃ好きで、もうイエローベリーコンプレックスの中でフリーウェイが一番こう、素晴らしい、こうストライプ調になってきて、かつこう柄を乱す感じとかが大好きでして、もう早速1匹目からフリーウェイを登場させました。さらにそれにスポットノーズとモハベが乗っている状態になりますね。まあ、いわばスポットノーズモハベイエローベリーアスファルトという状態になります。でなんかモハベフリーウェイになるとこの背中の正中線の部分がすごくちょっと薄紫っぽい、ね、色合いがこう入ってきて、まあ、それもまたねこういいなっていう風にさせてくれるようなね特徴点になります。でさらにこうスポットノーズもね入ってるんで、よりこう色であったりですとかこう、柄のね、全体的なこの名色をこう出してくれてるんじゃないかなと思っています。でまあ、ちょっとね育ってきてるんで、まあ、ここから少しずつねブラウンアウトも出るかなとは思うんですけど、まあ、ブラウンアウトしてもこの一本線っていうのは変わらないですし、こうモハベのねこうよりこの薄紫っていうのは強調されてきてるので、まあ、僕はね今この瞬間のスポットノーズモハベフリーウェイが一番、まあ、心にぶっ刺さってるんで1匹目とさせていただきました。このスポットノーズモハベフリーウェイオスですね、価格18万8000円でご案内しております。よろしくお願いします。続いてご紹介するのがブラパス GHI ポス YB レオパードヘテロクラウンのさらに66ヘテロパズルになります。まあ、これねポッシブルで YB とレオパードがあるんですけど、多分レオパードはないんじゃないかなとは思ってて、ただイエローベリーは入ってると思いますね。まあ、そういった感じのちょっとこの脇の上がり方であったりですとか、こう柄の中にねこうちょっとさらにこう乱れたような感じの、あとお腹見てみたらちょっと分かるんですよね。ちょっと黄色みがかった感じが、まあ、イエローベリーっぽいかなと。まあ、全体的にですね、まあ本当にもうブラパス GHI YB ヘテロクラウンとして見て、さらに66ヘテロパズルなんで、まあやろうと思ったらね、最高だとクラウンパズルも狙えるというところで、ね、あり得るんでね、これはね、期待と夢膨らむような答えだと思います。で、ブラパス GHI のおかげですごくこうダーティーなね、感じになっていて、こうちょっと曲がったままみたいな模様が入っていたりだとかして、こうブラパス GHI 感をね、もう凄まじくこう彷彿とさせるような見た目を出してくれてます。こうダーティーな感じが、僕めちゃくちゃこれぶっ刺さってるんですよ。でさらにですね、まあ、シンプルにこうボールパイソンって今こうモルフの展開が激しいから、特にこう遺伝子で見てしまいがちだと思うんですけど、この子はね普通にこう黒いお目目が可愛いんですよ。黒いお目目とねこうちょっと頭の色がこう抜けてる感じがね、こうよりボールパイソンの本来持ってるこう可愛さっていうのをねしっかりこう出してくれててね、僕はねすごくこう単純にこう1匹としてこう飼育しても素晴らしい1匹なんじゃないかなと思います。この他ブラパス GHI ポス YB レオパードヘテロクラウンポシブル66ヘテロパズルのオスで21万8000円でご案内しております。よろしくお願いします。はい、タムがね2匹紹介してくれたんで僕も2匹紹介させてもらおうかな。じゃあちょっといいやつを選ぼうかな。いいよね、なかなかいいセンスしてるよね、まあ、こいつは絶対だな。まあじゃあこの子からいきますか。これチョコレートゴーストのオスですね。これチョコレートってまあ名前の通りね、結構昔から流通しているブラック系のモルフなんですけど、それにゴーストが入ることによって、こうゴーストってね、こう黒いものと、まあ明るいものと合わせても綺麗で可愛いんですけど、こう黒と合わさるとね、この感じ、水墨画みたいな。
もう日本人がね昔から好きだって言われる色なんですけど、わかる、頭の色とかめちゃめちゃ相性いいですよね。もう静岡店だったら絶対に残ってないだろうなっていう、まあ、カーペットパイスの、ね、熱いお客さんが東京は多いんでね、こういう隠れ人気個体みたいなのもいるのが東京店は魅力かなと思います。名古屋とか静岡だったらすぐ売れちゃいそう。もうね、黒系のゴーストはね GHI ゴーストとかいたんですけど売れちゃって、もう個人的にもすごい好きなんで超おすすめです。めちゃめちゃ綺麗。スーパーチョコレートとかにしてもいいし、1匹目はこのかなと思います。で、気になる価格はね9万2000円で販売中です。はい、続いて紹介するのはクラウンのメスですね。こっちね、どっちもシングルのクラウンのメスで、お値段は両方とも10万8000円で販売中です。まあね、今ねボールパイソン語りにはもうクラウンを知らない人はいないんじゃないかってぐらいね、このクラウンから派生するコンボが、まあ、ずっとボールパイソンってのは人気なんですけど、まあ、一番こうベーシックな姿ですね、クラウンの。で、色もねパターンも結構いろいろあって、リデュースパターンとかって言って、まあ、こっちちょっとリデュースチックですけど、こういう風にねサイドの柄が減退して背中の方だけにこう柄が乗るタイプだったりだとか、こういうね結構サイドまでがっつり柄が残るようなちょっと派手めなクラウンだったりだとか、結構両極端な2匹が今在庫でいますんで、これ選べるんじゃないかなと思いますね。好み分かれるね。こっちレオパードクラウンとかね、ああいうのに当てるとベタッと黒いクラウンになってくれそうし、こっちはねスポットノーズとかイエローベリーとか入れてこうごちゃごちゃした、まあ、今結構人気なタイプのクラウン作るのにもいいと思います。で、こういうねコンボを作る時もこうベーシックな姿ね、クラウンのこのクオリティっていうのがその後のコンボにもやっぱ特徴として生きるので、まあ好みでもクラウンから始めるのもいいと思います。またね、初めて飼育される方もメスなんでね、まあ、ここからちょっとコンボのクラウンをね自分の手でブリードしたりとか楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで慎太郎さん2匹、そして僕2匹ですね、東京原宿店のボールパイソンをですねご紹介させてもらいました。もう本当にね、デンドロパーク3店舗あるんで、これね最初に言った通り注意してほしいのは生態入れ替わります。なので結構変わってるもんね。そう、結構変わってるんですよ。なんでこの動画を見てめちゃめちゃいいなと思って、その時もちろんこの動画を公開時にはこの子たちいるんですけど、また入れ替わってしまったら、まあ、ちょっと空きケース目立ってきたからね。そうなんですよ。また近々補充もねがっつりすると思うんで、でなんで今回のこの生態たち入れ替わってしまうと遠くに行ってしまう可能性があるんで、お買い求めはお早めにってことなんですよ。大事だね。大事です、本当に。だから本当にこう生き物を飼う時って一期一会だからこそ、運命の出会いが、すぐそばにあるかもしれないんで、この動画を見て運命の答えを見逃さないようにしていただけたらと思います。はい、またね、次の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクスタイム、バイバイ。